はいどうもこれです。今ですね、韓国のアーティストグループの防弾少年団、通称 BTS が、ちょっと今ね炎上しまして、なんで炎上してるかというと、日本にとって良くない写真や文字が書いてある T シャツを着てて、それで炎上してるんですよ。ニュース沙汰とかにもなってて、ミュージックステーションの出演とか、紅白歌合戦の出演が全部取り消しになって、今世間をね騒がしてる BTS なんですけども、現状はその BTS の公式とメンバーが謝罪する事態になってたんですけども、これねファンもね、警備員がここ通らないでくださいよって言ってるのに、柵をねもう蹴り飛ばして、でもみんなで通っていくみたいな、そういう結構マナーの悪い人もめっちゃいるんですよ。一部ですよ、一部ですけども。で今ねここね東京ドーム前に来てるんですけども、今日ここでBTS のライブが行われると、なんでそこら中にいるのは大体もうファンなんですよ。ファンがいるんで、ちょっとね今回の炎上の件どういう風に思ってるのか聞いていきたいと思います。ちょっと思ったんですけど、ファンの人可愛い人多くない？あれすげえお客さんの中いるんだけどさ、みんな丸い電気みたいなの持ってんやけど、あれだから何なのあれ電気みたいの。いやちょ聞いてみたいけど聞く勇気ないからな。誰か知ってる人いないかな、誰か。はい、あちょっと待って、ちょうどいいじゃん君、 BTS のあれ。あちょっと見せてもらっていいですか、チケット。ありがとうございます。すごいすごいすごい、いつも見てます。これ何、1階席？結構近いの席あれ、近いの。すごいね、じゃあもらうね。ちょっと止めないと、止めないと、俺本当に持って、何？一緒に行きます。はい、一緒に行きます。え何どういうこと、一緒に行きます。余ってんのチケット？え、マジで行ってんの？え、なんで2枚持ってんの？もう一人同行誰か探そうかなと思って。え、マジで行ってんの？皆さん、もう幸運の持ち主来ましたよ。なんとですね、適当にここら辺歩いてたら、俺の動画を見てる人に声をかけられて、しかもその人が、なんとチケット2枚持ってって、1枚余ってると。え、本当に一緒にいいんですか？でも俺興味ないからな。あそうそう、で聞きたかったことあるんだけど、みんなが持ってるの電球みたいなやつ何？あペンライト。え？アミボムって言ってペンライトなんですよ。アミボムペンライト持ってんの？持ってます。やった。すげえ。これちょっと電気入れていいですか？はい、これバカしないよね、入れて。真ん中押しても何もならないよ。なんじゃこれ？下にやると？あ色が青になる。なんじゃこれ？これいくらですか？ぼったくりやな。よしこれで俺ももうチケットとこれ持ってるから完全に俺もファンだよね。だってね、でこれ手に入んないでしょもうチケットって。えこれってどうやって手に入れたんですか？PC です、ファンクラブ。ファンクラブじゃないと手に入んないのこれって。この赤いの、あなるほど、乳首みたいなあれ、これ乳首、これ完全乳首やん。あそうでね、話180度変わるんだけど、今ちょっとやっぱほら世間にぎわしてんじゃん、あれの件とかはどう思ってる？いやーどうでもいい。気にしてはいない。あちなみに何の曲好きなの？アイムファイン。アイムファイン。でとりあえずもう本当にくれるんだよねでもこれね。うわどうしようかな。じゃあちょっと DM 送っといて。ワンチャンもしかしたらあるかもしれないから。じゃあありがとう。じゃあね。ああ。ちょっと待って。iPhone 見せていい？すごい。やっぱファンこれ誰？ジョングクです。ジョングク？これはランのさ真ん中で踊ってた人？そうですそうです。あの皆さんね、俺ね BTS のランって曲結構好きなんですよ。最近この炎上のきっかけに結構曲とか全部見たんだけど、普通にいいなと思って、踊りと歌は。でもそこはさ否定するとこじゃないじゃん、いくら炎上してても実力はあるから。君はこの僕を照らす太陽。じゃちょっと DM 送っといてくれる？返事なかったらいらなかったんだって思って、いやよかったよかった。なんかいきなり声かけられて、とりあえず BTS のことを知れた。どうした？インタビュー答えてくれたらいいよ、委員会。はい、ということでね、今日 BTS のライブ来に来た人、誰推しなんすか？うわすごい、グクですよ、グク。ちょっとそれ iPhone のあれ見せてもらっていいですか？ここにいる人たちみんな6画面さ、BTS のあの画像ばっかなんだけど、好きなの？好きです。マジで？でも今めっちゃ炎上してるじゃん、どう思ってんのそれ？え、それはもうしょうがないかな。しょうがない？いや、好きやからもう何でもいいみたいな。好きな人だったら何されてもいいみたいなやつ、しょうがなくはねえだろ。いや、でも、謝ったんで。確かにね、そう、公式で謝ったから、もういいやみたいな。BTS と俺どっち好きなの？じゃあさよなら、バイバイ。じゃあ写真、じゃあいいっすよ。貴様たちが日本のファンを思うのであれば、貴様たちに行くなら、日本国民のファンの皆様に謝罪の言葉をかけろ。ちょっと嵐去りましたけど、日本人に謝罪せよって大きな声で言ってました。待って、でもよくよく考えたらさ、 BTS が謝罪したの知らないってことだよね。知らなくて、もうあんな大きな声で謝罪せよって言ってましたけど。ちょっと待って、みんな、あれちょっと待って、ちょっとあれちょっとあそこなんかさ、窓のところに BTS 書いてあるんだけど、これ多分東京ドームホテルかな、何あれ JKJM、 ああいう感じで思いを伝えてる人がいっぱいいますこのホテル。はい、ということで BTS の見に来た人、はい、それ何持ってんの？あすごい、これ誰？ジミン君。ジミン君ってあれじゃないの、あの T シャツ着た本人じゃないのこれ？
自分が面白いんや。でもはい、かっこいい。それ自分で作ったの？違いますよ。あ、売ってるんだ。韓国で売ってるやつです、うん、え、なんで持ってるの韓国で。友達が韓国のライブに行って、うん、代行で買ってきて。マジでいくらすんのこれ。500円くらい。500円か。でも今ね、その T シャツ着てちょっと炎上してるじゃん。はい、うん、それどう思ってるの実際。テロの取るべき行動ではないなとは思ってる、うん、あー、なんかまともな意見聞けたような気する。あ、私結構そっち派の意見。あ、そうなんや。 BTS 何がいいの？一番はダンス。ダンス。あとは日常、かわいいとか。日常って何？歌ダンスじゃない時の彼らの姿。あ、見れるんだそういうの。あ、 YouTube とかで。あ、 YouTube に。じゃあ楽しんでください。はい、はい、ありがとう、ありがとうございます。はい、今日参戦しないんですけど。はい、え、行かないのライブ、はい、いや、ライブに行くんかと思ってた。いや、行かない。マジでチケット1枚余ってる。え、行きたい？本当ですか？マジで余ってる。連絡すれば本当にもらえる。なんでですか？え、いや、なんか俺のリスナーが声かけてきて、いきなりで一緒に行く人を会場内で探してるみたいな。え、で、これこそ行きませんかって言われて、行きたい？え、でもお金。いや、だからもうチケット買ってるって、その人。後払いですよね。いや、後払いじゃない、後払いじゃない。え、いや、行きたいなら連絡するけど。え、無料無料無料。お金払わなくていい、うん、どうする？これでやるな。私チケット探してて、実は。あ、マジで。まあちょっと期待してて。はい、うん。待って、俺相当いいことしてんじゃん。人のもんだけど、俺の手柄みたいな。みんなね、今こんな感じなんで、はい、ちゃんとね、ツイッターに連絡来てたんで。じゃあちょっと寒いけど待って。はい、うん、来なかったらごめん。全然大丈夫です、うん、返事来ねえぞ。おい、とりあえず今、頼む、助けてくれって送っといたから。あ、来た来た来た、返事、ちょっと来た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 、ちょっと来た来た。さあ、どうだ。ちょっと、どうされましたって来た。違う違う、どうされましたじゃないよ。いや、チケット欲しいです。ちょっと、チケット欲しいです。何でもしますから。あ、やべえ、ちょ、5時だったけど。どうされましたってことで、チケット欲しいです、お願いいたします。何でもすからになっちゃったけど、俺の感覚だけど、なんかもうあげたくないオーラ出てる。いや、絶対あげたい、この子に。今日初めて会ったけど。あ、初めまして、本当に初めて会ったやつのチケット、初めて会ったやつにあげたい。お、さあ返事来るぞ、返事来るぞ。さあ、どうだ。お、引っ込んだ、一回引っ込んだ。お、来た、まだ。来た。さあ、どうだ、答えは何だ。お、引っ込んだ。お、来た。さあ、早く早く、もう早押してくれ。もうこっち寒いのに。もらう、ん、ごめんなさい、チケット譲ってほしいと言ってる人がたくさんいて。ですよね。ごめんなさい。その通りです。マジか。あ、あ、はい、あ、ありがとうございます。チケット持ってますか？いや、私今日行かないんですよ。そうなんですね。ですよね、ですよね。すいません。いや、ありがとうございます。ごめんなさい。全然大丈夫です、全然大丈夫です。マジかよ。当日もなんか遠いとこから来て、うん、わざわざ来たので譲ってくださいみたいな、はいはい、あ、ワンチャンをかけてみんな来てます。なるほどね、わかりました。じゃあ、じゃあ、ありがとうございました。すいません、こんな寒いのに。はい、ありがとうね。じゃあね。じゃあ、で、今から僕は大きな声で BTS のチケット1枚余ってんで欲しい人って言って、どれだけ来るか検証します。あっちで。くっそー、マジでさ、ちょっとマジ、ほんとドラマみたいな展開にしたかったのにな。これ絶対 BTS のチケットが見つからなくて絶望してる人じゃないの、これ。絶対そうでしょ。絶対あれ BTS のチケット落としたか、ワンチャンかけたけど結局ダメだった人みたいな。 BTS のチケット1枚余ってるんで欲しい人。違ったみたいです。